ログアーレというハンドヘルド PC をにちょっと買ってみて、 Windows で動いてるん でこれにレコードボックスインストールして使い勝手はどんなもんかやってみたいと思います。機種は DDJ-FLX4、 比較用に10インチの iPad のレコードボックス置いてます。今日スピーカーはヤマハの THR10 かな、でちょっと再生してみます。でこのモニターの文字なんですけど、一番小さい状態から1個上げてますね。でこのログアーリーのモニターは7インチだと思うんで、現場のモニターと似たようなサイズなのかなっていう感じ。もう波形が縦に流れるようにした方がここの文字量は増えますね。あとは今電源供給してるんですけど、電源抜いても動くっていうのは結構いいのかなって思いました。プレイ中に抜いたら音抜けちゃいましたね。あ、でも大丈夫ですね。今電源これ取ったんですけど大丈夫ですね。バッテリーの減りに関してはちょっと分かんないですね。まあ30分なのか1時間なのか2時間なのかどのぐらい持つかはちょっとまだ分かんないです。ただまあちゃんとこっちから音が出てる感じ。こういう風にもちろんこっちでも操作できるし、タッチでもできるよっていう。これだったらなんかノートパソコンを持っていかなくてもいいっていうのがメリットかなっていう気がする。ノートパソコンをやり見ながら DJ してるとどうしてもパソコンを見てるなみたいな感じになっちゃうんで、っていうところでちょっと試してみました。あるとこは特にないかな。あとは野外でとか明るいとこでどのぐらい見やすいかとかなのかな。設定の表示の一番上の文字サイズってとこをいじれば文字大きくなります。こんな感じで
結構これで大きくなったんで、だいぶやりやすいんじゃないかなっていう気がする。これよく YouTube で聞くフリー素材、ちょっと落としてみました。どうすか。まあなんか、多分ラグとかも全然感じないですね。スペック的にはもう全然十分なんだと思うっていうところですかね。まあ、あとこの表示関係は適当に好きなようにカスタマイズもできるし、あとは何ですかね。電源つないでなくてもなんか1分に 1% 減るってこともないんで、1時間以上余裕でできるのかなっていう気はする。まあ、あとさっき試した感じだと USB ハブつなぎながらでも多分できるんで、まあ、普通にいつもの USB メモリいつものやつ使いたい人はこういうのはい、USB-C のハブをつないで、そこに USB メモリとこのコントローラーつないで電源なしでも操作できそうですね。大丈夫です、音出ました。なんでまあハブはハブによると思うんですけど、まあ、こうやってやったら、まあ、これ1台で友人とかと B2B みたいなとか交代もできるのかなっていう感じですね。で自分はこの中のログアリの中に、まあ、曲入れておけば、まあ、友達の USB 挿してもらえればそれでできるしみたいな、いけると思います。こんな感じですかね。と確認することはあるかな。この本体からも一応スピーカー出せて、音が出せて、このパソコンのマークのボタンを押すと、今ここのスピーカーから音出てます。まあ、点は出ないですけど、普通に聞ける音が出る感じ。ここから出てます。で、これの音と、ちょっと外の音ってのは結構遅延があるんですよね。
多分 0.2 秒以上あるんで、まあちょっと邪魔っちゃ邪魔ですね。まあ確認用に使える感じですかね。そんなとこかな。あとはマイクロ SD カード入るんで、まあそれでも全然データを読み込めるかなっていう感じです。以上になります。ありがとうございました。